皆さんこんにちは、我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。今日も素敵な、ピアノをお届けしました。今日のゲストは、京都市に、お住まいのピアニストの野田恒義さんです。こんにちは。よろしくお願いします。もう野田さんは僕の、先輩でそして憧れの、存在なんです。本当に素晴らしい、ピアノをありがとうございます。まず野田さんのそのピアノのジャンルというか、どういったどういった自分でもちょっとわからないんですけど、まあいろんな要素が入り込んでるんですが、割ともう自分独自の、そうですよね、ワールドを持ってますね。そんな感じ。でももともとはそのクラシックを、そうですね、大学まではずっとクラシックをやってまして、どんな人が得意、そうですね、割とロマン派、ショパンやリストやら、いい、ね、あとドビッシーとか大好きですね。はい、でそこからどんな影響を受けて、そうですね、まあ音色的には割とクラシックな感じで来ましたが、やっぱり小さい時にあの両親の影響もあって、ずっと賛美を聴き続けてて、でやっぱりそこに喜びを、ご両親が、お父様が教会のね、聖歌隊の、はい、あの指揮をしてまして、母が、まあ歌ってたり、あと両親がユニットを組んでよく特別賛美をしてましたね。普段も教会の音楽で育ったっていう感じですね。小学校2年ぐらいの時に初めて両親のバックで、演奏して、その時ピアノで、そうですね、それからもうずっと、そうですね、やっぱりこう賛美に変えられる音楽っていうのは自分の中でなかなか見つからないので、やっぱり賛美が素晴らしいなと。そうですよね。はい、そしてまあジャンルから言うと、例えばジャズとかゴスペルとか、そうですね、ジャズ、ゴスペル、あとはまあ癒し系のそういう雰囲気とブレンドしながら、なんか特にあの好きな、影響を受けたっていう、あ、それがですね、あのナッシュビルにお住まい の、はい、あのラリー・ゴスというあちらでアレンジャーをされてる方ので、その方の演奏を20年ほど前に聞いて、もう大衝撃を受けまして、ラリー・ゴス、ゴス、はい、アレンジャーなんですね。はい、やっぱりその方の影響が一番大きいですね。いや、なんかもうサウンドがちょっと日本じゃない。いえいえ、ありがとうございます。1曲目に演奏していただいた曲なんですけど、はい、タイトルが、はい、All My Love という曲で、これはオリジナル、それが先ほど言いましたラリー・ゴス先生の書かれた曲で、あー、そうですか。まあ、もともとだから彼が奥さんに向けて、あの感謝の気持ちをこう綴ったようなことをおっしゃって、そうなんですか、はい、それでオールマイラブと、そうですね。で僕はその曲聴いた時に、あの本当に神様が、あの全ての愛を、自分の愛を注いで私たちに与えてくださったっていう、そういう感じにすごく捉えて、それでこの曲を今演奏 してるんですけれども、はい、なるほど。まあ先月ですかね、はい、ナッシュビルで、はい、ナッシュビル、そうですね、されてきたってことで、はい、1週間は僕の行ってる教会のメンバーと一緒に行って、はい、被災地のチャリティーコンサートをあちらの教会の方とさせてもらって、で最後の1週間はアルバムのレコーディングのために滞在を延ばしていきました。はい、じゃあまあ、そのレコーディングの話はちょっとまた後にして、はい、次の曲の紹介を、はい、次の曲はシェファードフィールドっていう、羊飼いの原野と言いまして、これはイエス・キリストの生まれる前のその羊飼いたちが本当にこう、自分たちの生活の中に喜びを見出そうとして、そのイザヤ書に書かれている救世主の、到来の場面を思いながら、こう星空を見上げているというようなイメージで書きました。じゃあオリジナル曲ですね。そうですね、はい、はい、じゃあ2曲目
はい、お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。僕ね、オリジナルのすごい大好きなんです。 ありがとうございます。本当になんか爽やかで本当に癒されるというか。 ありがとうございます、はい、今度そのレコーディングしたアルバムっていうのは、はい、どういった経緯でレコーディングするか。前からレコーディングをそろそろしたいという思いがあったんですけれども、ちょうどナッシュビルに行くきっかけの中で、うんうん、そのレコーディングをできないかということを話し合ったら、向こうの方が喜んで手伝ってくださるということで、それに甘えて、うんうん、レコーディングしました。その日本の環境と、まあ、なんかこうナッシュビルって本当にクリスチャン音楽のもう古くから のそうですよね。違いましたか、やっぱりその雰囲気だったり、やっぱり自分の演奏のモチベーションだったり。自分にはないすごい明るさがあって、その中でやっぱりコミュニケーションの中にすごくこう神様のこうが入ってるというか、うんうんうん、その愛を感じながら、いろんな方と、本当にエンジニアとかもクリスチャン で、はい、祈って、ですごくそれに励まされて、うんうん、とてもなんか緊張ずっとしてたんですけれども、本当に神様を見上げて本当にありのままをこう出せばいいっていう、うん、そこをとても教えていただいて、はい、自由に演奏しました。いや本当にそのアルバムが楽しみなんですけど、はい、今回その中に、入れている曲をメドレーで演奏してくださるということで、はい、次のメドレーはビアドロローサ、これはイエス・キリストが、はい、十字架のところまで辿っていくその様子を描いた曲です。それから、聖歌にある、十字架の影ではなくて丘に立てる、丘のすいません、丘に立てる荒削りのですね、はい、でその次に主イエスの十字架の地でっていう曲をメドレーで
お聞きください。3曲ですね、はい、じゃあ3曲続けて、はい、はい、お願いいたします。お願いします。
ありがとうございました。ありがとうございました。本当に対局がどんどんどんと、ありがとうございます、本当に感動しました。ありがとうございます、野田さんは普段はソロでも演奏していますけれども、はい、いろんな方のバックでも。そうですね、いろんな方、まあ、ソプラノ歌手の方やら、弦楽器の方たちとか、あと管楽器の方たちとか、いろんな方とやって、なんか、はい、ジャンルも幅広いから、ね、そうですね、ゴスペルからクラシックから、はい、ポピュラーからって自分の中でのアイデンティティっていうのはやっぱりもう全部ミックスされたものなんですか？そうです、あんまりジャンルを考えたことはないんですけど、うん、やっぱりなんか自分が発してる言葉のようにその音がこうフレーズができたらいいなっていう、単純にそういう考えで、言葉のように、はい、だからそれがこう何かジャズっぽいものあれば、うん、ジャズっぽい言葉でやってるし、うん、クラシック的な言葉でやってるしっていう、なんか表現と音楽の表現と言葉がちょっとこう似たところにあるようなイメージですかね。あとピアノを初めてピアノを触った時に、はい、なんかこうその特徴をつかむのにこうちょっとこうちょっと仲良くなるわとか言って弾いてたのを覚えてるんですけど、はい、結構その行く先々のピアノの特徴って違いますよね。そうですよね、もう全然やっぱりコンディションが全然違うので、うん、いいピアノであればすごくすんなり弾けるんですけれども、やっぱりほったらかしのピアノもね、うんうんうん、多いので、そういう場合はでもその良さを引き出すためにこう、そうですね、やっぱりハーモニーが調律されてないピアノがある場合に、うんうん、そのピアノどういう風にタッチを決めたらより響くかっていう音の積み重ね方をよく考えて弾くようにしてます、うんうんうん、でもなんかそのラグタイムだったりそのちょっと古いジャズのアルバムとかって調音がこう変だったり、 そうですよね、それが味になってたりしますよね。そうですよね、うん、だから 逆にそれが持ち味になったりするんですよね。あ、それはありますよね。もうせっかくなんで僕最後に一緒に、はい、ぜひぜひちょっと楽しみにしております。遊ばせてもらおうかなと思って、はい、去年でしたかね、一昨年ぐらいのクリスマスに、ね、そうですよね、ちょっと連弾で、はい、一緒に遊んだんですけど、いや本当に何でしょうね、ピアニストでこう遊ぶっていうのは僕にとってはすごく数少ない、いや僕にとってもそうですか、はい、だからね本当に何でしょう、会話しなくてもずっとずっとピアノで遊べるというか会話してる感じで、ぜひじゃあ会話しましょうこれからのまあアルバム出して、なんかビジョンとか目標、そうですね、ありますか？やっぱり今回入れてるアルバムの中に賛美歌やら、うんうん、割と有名なワーシップソングがあるんですけれども、割とこうクリスチャンでない方もそのワーシップソングや聖歌賛美歌に親しんでもらえるようなとても気楽なとてもイージーな感じで録音していますので、うんうん、多くの方に聴いてもらえればなと思います。野田さんにとってじゃあもういつも賛美なんですけど、はい、賛美とは、賛美はやっぱり自分の中に時が良くても悪くてもやっぱりこう神様を称えるということと神様を喜ぶということをするその手段、うん、手段、はい、じゃあちなみにピアノは野田さんにとってのですか？まあなんか分身みたいなところがちょっとあるんですけれども、はい、本当に、ね、これからも全国、はい、まあ活動範囲は関西の方が多いですかね。そうですね、でも時々いろんな方と北海道行ったり、ね、アメリカの方行ったり台湾の方行ったりとか、うんうん、はい、そうですよね、はい、世界を股にかけてぜひこれからも、はい、活躍してください。応援してます。今日のゲストは、野田恒義さんでした。それではまた次週我が魂の賛美シーズン2でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。